どうも、森の都カプセリスト、ワッキー貝山です。昨日は落語家の三遊亭円楽師匠が亡くなったというニュースが飛び込んできてびっくりしましたが、今日はね、プロレスラーのアントニオ猪木さんが亡くなったというニュースが入って驚きました。まあ実は僕は2010年なんですけども、猪木さんのモノマネ芸人のアントキの猪木さんとイベントをやっていたんですね。そしたら、サプライズで本物のアントニオ猪木さんがご出演されたということでね、僕は知ってたんですけど、あの時の猪木さんとかゲストの皆さんは知らないっていう感じだったんですよね。で、まあ貴重な写真をね、今ご覧いただいております。これは僕の SNS にも載せてない猪木さんとの写真ですけども、打ち合わせの時ね、どうも司会のワッキー貝山ですっていう風に言ったらですね、もう高笑いしながら脇の下をね、指さしてワッキー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 って、全然打ち合わせが進まなかったということがありまして、非常に無邪気でね、子供っぽいところもありまして、私はよりファンになったという。そんなアントニオ猪木さん、僕の大好きなレトロガチャガチャでもいろんなグッズになっています。やっぱりね、人気者ゆえ、少しこう、おどけた感じのグッズなんかもあるんですが、まあ、それもそれで歴史でございますので、カプセルトイアイテムを見ながら、アントニオ猪木さんを忍びたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。猪木さんグッズで古いのは、この格闘技プロレスという、コスモスのね、20円ガチャ時代の台紙ですね。はい、ど真ん中が猪木さん。そして、左側が馬場さんという、消しゴムはね、猪木さんはくっついてないっていうあたりがね、非常に爪が甘くていいですけどね、コスモスはね。はい、凛々しい猪木さんです。1979年にこの愛しのボッチャーというですね、アニメから消しゴムが作られたんですね、コスモスでね。これも20円なんですが、これね、ちょっとね、猪木さんをね、モデルにしたイラストが書いてあるんですよね。ブッチャが主人公のアニメの消しゴム。こちらがボッチャ、リングスタイフ。そしてこちらがこのアニメに出てくる猪木さんですね。これはね、マンだらけのね、100円の消しゴムのコーナーかな。それで偶然発見してね、うわーと思って買ったんですよね。見出すな。お尻のとこに穴開いてますけどね。これコスモスがね、作る時にね、後ろ穴開いたりするんですよね。3枚目チックな猪木さんの造形ですね。50円のコスモスの台紙、プロレスね、リングマットですが、これはもう確実にね、猪木さんを意識したイラストだと思いますけど、なかなか特徴を捉えてますよね。はね、このようにコスモスのボックス機でも連動してまして、これはもうプロレス消しゴムって書いてます。リング付きって書いてますが、そうなんですね。よいしょ、リングです、リング。よいしょ、リングね、ちゃんとコスモスって入ってますよね。このリングで、この部分こうね、棒を立てるんですよね。こうね、要するに、ね、輪ゴムでロープを張るんですね。でそこに2体消しゴムがくっついているんですが、お、こちらがね、ちょっとオーラを放っている猪木さんですね。猪木風。こっちは澤西口さんですかね。そういうプロレスラーがいました。穴ボコボコしてるんですよね。はい、もう猪木さん大人気ですよね。これプロレス技消しって言ってですね、2体プロレスラーが入っているんですけどもね、残念ながら僕3つ持ってるんですけど、猪木さんが入ってないんだよな。やっぱ当たりだったのかな。ちなみに後ろは当時のね、このアーガスカメラ。このアーガスカメラって文字を集めると最先端のカメラをもらえたという。似てる似てないはさておき、ね、20円の当時のコスモスガチャはこの猪木さん風消しゴムがよく当たったんだよな。人気者の証です。そして極小、ちょっと小さめの猪木さん消しゴムですね。凛々しいですね、猪木さん、3センチぐらいですけど、なかなかの造形力ですよね。
80年代の猪木さん消しゴム、もうこれはもう猪木さんですよ、ね、すごいな、当時の技術から考えるとなかなかすごいんじゃないですか、ね、ディフォルメ消しゴムとか入る前ですからね。これプロレスメンコ、ね、当時はもうタイガーマスクがねプロレス界を引っ張っていた時期ですが、さあこの中に猪木さんがラインナップされているんでしょうか。いやー、その写真の使い回しのタイガーマスク、タイガーマスクですね。おハルク・ホーガンかなこれ、ね、そしておグレート歌舞伎じゃないですか。たまにバラエティ番組出ますよね。おスタン・ハンセン、すごい顔してますね。最後の1枚、あ違う、これも歌舞伎ですね。あれ、あもう1枚ある、んうわすごい、さすがスターだな猪木さん出てきたもう一枚あったんですね今ね。はい、猪木さん登場です。かっこいい。人気者ゆえこういうアイテムになるんですね。なめんなよの免許じゃなくてガチャガチャ版は、そうなめるなよ免許証、じゃん、にゃんとにお猪木、全然女の子の可愛い猫ちゃんですけどもね。当時のあの人気有名人の名前を模して猫の名前風に作り上げるというのはこのね免許証でしたからね。当時やっぱりすごい人気だったんですよね猪木さんね。免許の条件、猫舌でないことって書いてますけどね。よしと、ね、足も出ました、ね、さてこの球体ロボットから猪木さん登場するんでしょうか。うっすら眉が見えていますが、ドン、これはすごい、これはすごいおもちゃですよね、はい、もちろん判決は無視です。これどう見ても猪木さんですよね。これがめちゃめちゃオークションで高く売買されてるにはびっくりしましたが、プロレスカードというんですね、はい、藤波辰巳さん、そしてタイガーマスク、試合中ですね、はい、あタイガーマスク、ね、そしてアントニオ猪木さん出ました。じゃあもう一枚はね、はい、リックフレア、リックフレアもね猪木さんですよ。猪木さんこれねミニノートブックなんですよね、はい、お力道山、そして表には猪木さん、どっかで見たことあるなぁね。はい、このカードを反転して使っています。これあのガチャガチャの当たりでもらいました下敷きですけどね、これリックフレアもどっかで見たことありますね写真ね。そうです、ちゃんとど真ん中にはアントニオ猪木さんが写っていますが、先ほどのカードと全く同じ、しかもサイズも同じというね。ちなみにこの藤波辰巳さんも見ましたね。これ全部じゃない、この下のタイガーマスクも、ね、いやなんか寂しくなりますね、昭和がまた遠くなった、そんな感じがします。24時間テレビでもね元気な姿を見せていたし、で僕はあのプロレスラーの永田裕二さんにね似てるってよく言われるので、永田裕二さんの師匠ですもんね猪木さんね。三遊亭円楽師匠、そしてアントニオ猪木さん、ご冥福をお祈りしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらにはガチャガチャのコレクションのリクエスト、猪木さんのグッズもう少し見てみたいよとかね、はい、エモーイレトロガチャガチャ、そしてお店オリジナルのガチャガチャの情報もお待ちしています。本日アップ予定でした最新ガチャガチャ1週間毎日やってみたカプセルトイパトロールでございますが、明日お楽しみに。それではまた。ちゃんと後ろにもね、ほらすごいな、アントニオ猪木さんのイラストも